皆さんこんにちは。こんにちは。時事相談です。一週間ぶりだ。先週はですね、こういう話を。主に私の忙しいスケジュールのせいで、うん、飛びまして、その代わりにお便りコーナーの怖い話がボリューミーだったんで、それを代わりのようにさも言いました。そういう時もあります。で今週のお便り、参りましょう。人生相談いきます。参りましょう。アップバンクの皆さんこんにちは。こんにちは。19歳の大学1年生男子です。僕は小学校に入学した時から、爪を噛む癖があります。最近は就職活動の時などみっともないかなと思い、何度かやめようと努力は しているのですが、かっこ飴で紛らわしたり手袋をしたり苦味成分配合のマニキュアのようなものを塗ったりしているのですが、長年続いていた癖なのでなかなかやめられない状況になっています。こうもなってしまうともう一生この癖とは付き合っていかなければならないのかなと思っています。以前村井さんも爪を噛む癖があると伺ったような記憶があるのですが、自分の癖とどう向き合っていくべきなのかアドバイスをいただけるとありがたいです。最後になりましたが、これからも体気をつけて頑張ってください。ホタニワさんからのお答えです。ホタニワさん、ペンネーム私め諦めております。その癖を直すのを諦めている。2歳からです。次男坊が生まれてから私は爪を噛み始めたと私の母めぐみは言っております。たまにごめんねみたいなことを言われますけれども、まあ、特段別に私も気にしておりません。今私の爪非常に短くございまして、こんな感じなんですけど、これぐらい短いのは爪を噛んでる人か、もしくはピアノを弾く人とかかな。ピアニストも爪短いですからね。で、そうだな、私も実際にですね、このホタニワさんみたいにその噛む癖を直そうというかっていうトライは何度もしたことが、あの苦味成分のあるマニキュアみたいなものは塗ったことないんですけど、なんかそれに近しいことをやったことはありますね。代わりのキャンディーとかガムとかでごまかすみたいなことは私は一切やってません。あのどっちにしろ無理だろうと思ったんで。ただですね、手袋はないな。ただいろいろ試したことありますね。ただ結果として、あの何度か2回ぐらいかな、めっちゃ伸びたことあるんです、うん、あの普通の爪ぐらい、うん、そんぐらいまで伸びたことあるんですよ、うん、ただあの肉の形とかここ乾いてて白いこの爪の始まりがもう違うじゃないですか、うん、普通の爪と伸びたら全部白いんです、うん、このお肉の部分と融合して、うん、そういう風にあのピンク色の部分、ピンク部分がねなかなか伸びてくんないんですよ、うん、私の忍耐が足りなかっただけかもしれませんけど、いやピンク色の部分にしようと思ったら結構な時間かかるよね。時間かかる、うん、そのピンク色に爪は伸ばせても、うん、ピンク色に戻ってくんなくて、で逆に柔らかいんですよその先が。あ、危なくてもう諦めました。なるほど。その最後諦めたのがどれぐらいかな、多分高校生ぐらいが最後じゃないかな。うん、でそっから先はもう一切諦めてます。うん、でただですね、これは良くない話ですよ、うん、比較というか相対評価みたいな話にもなるんですけども、うん、意外と大人になって気づいたのはですね、深爪の人多い。あ、へえ。深爪の人結構多い、うん、全然少なくない。噛む癖がある人がたくさんいる。探したら意外とたくさんいる。ただ弟は私昔噛んでたんですけど、弟が、はい、私は噛んでないんですけど、はい、ヒロ君、うん、あの治った、治したって言ってた。すげえ。で今も噛む癖はないんですけど、ピンク色になってた。いやー、だから相当な長時間ちゃんと伸ばすとピンク色になるみたいですね。なんか1ヶ月2ヶ月とかかなりのスパンだと思いますよ、そのピンク色が治るまでって。でもそのふにゃふにゃとかそこまで伸ばすぐらいまで我慢できたなら、ジェルネイルでなんか硬くするとか、あ、ふにゃふにゃを直すのには結構いろいろ手段はあると思うんですけど、まあ、私前回高校生のタイミングでしたからね、うん、そうです、全然ダメでした、ね、その時はないですね。ちなみにその自分の癖とどう向き合っていくべきなのかアドバイスをいただけるとありがたいですか。でも私村井さんが爪噛んでるとか見たことないです。だいたい一人
なんか仕事してる時とか、うん、誰かと話してる時とかは全く気にならないんですよ。もうなんか今すぐにでも爪を噛まなきゃみたいなことは全くなくてどういう時に噛みたくなる？だいたい一人でぼーっとしてる時じゃない、うん、気づいたら噛んでるみたいな、うん、ただなんかあのなんかアルコール中毒とか、うん、なんかその中毒性があるもの、うん、コーヒーとか、うん、なんかそういう感じじゃないんですよね。私はもう完全に無意識、別になんかイラついてる時とかでも何でもない、ただなんとなく噛んでる、うん、どう向き合っていくべきか、まあさっき言ったように意外といるっていうので、一個私は数年前に10年以上前か、意外といるっていうところでなんかあ同じような人もたくさんいるからっていう非常にあの打算的というかなんか良くない方向性でのまあ向き合い方が一つと、うん、でもそんぐらいやな。これ苦味成分のマニキュアを塗ったりして、まあ、苦いの嫌ですけど、次これハバネロにしてみたらいいですか？辛い。そこまでして治すものなのかな。なんかよくなんか子供が爪を噛む癖があるから子供の爪になんかからしを塗るみたいな、なんか話とか聞いたりしますけど、なんかそういうもんなのかなとか。多分この方は就職活動とかの時にしちゃったらまずいなと思ってとかじゃないですか。ああ、その面接の時とかになんとなくとか、うんうん、で面接官から の, あ、あの 評価っていうか印象が良くないっていうのを危惧してる。もし人前で噛むとか、もうなんかもう完全無意識で気づいたらもう噛んでて、周りの人がわーなんかあの人噛んでるなって見られるとかっていうんだったら気にした方がいいかもな。そこは我慢した方がいいかな。私はもうそれ別に我慢してるとかじゃないんですよ全く、うん、なんか、うん、今すぐ詰め込まなきゃはもう一切ないから、うん、詰め噛んでる癖について別に噛んでない側からしたら別に偏見はないんですけど、あの勝手なイメージですよ。爪噛む人は神経質なんかなって思っちゃう。まあ私あの雑な神経質だからね大雑把な神経質、雑な神経質ってなんか両極端。神経質は合ってますよ、うん、雑で大雑把ですけど神経質は合ってますよ、うん、あ、でも思い出した、小学校の頃とか爪を噛んでるのは馬鹿にされましたね。なんてあの食べてんのかとか、いや爪ね、謎でしたよ。あの弟が噛んでて美味しいんかなと思って全然噛んでみたら、なんかゴミ口に入るし、そのゴミはどうしてんねやろみたいな。全く爪はね食べません。あ、噛むだけでピッて入ってる。そう噛んで出す、なんか噛んでゴミ箱とかに噛んでゴミ箱に、うん、食べてるわけではない、うん、なんか食べてんだろうって言われたのは嫌だったな、うん、いや食べてねえしみたいなまあどっちもどっちなんですけど、多分それで人前で噛むとかがなくなったのかな、うん、小学校の頃は噛んでたわ人前で、うん、そうか、うん、他に例えば爪以外でさ、なんかそういう癖とかなんかあるかな。鼻くそをほじってしまうとか癖なんですか？癖じゃないよな、うん、なんかもうただ気にしてないみたいな、なんかあ髪の毛を触る癖とか、あでもそれ別に普通だよな、うん、嫌な癖ランキングって Google で出てきた、ちょっと見よう、チェックしよう。どんな定番、ボールペンを、リンゴゆすりやな、ボールペンをカチカチ鳴らす、ボールペンをくるくる回す、貧乏ゆすり、ため息をつく、パソコンのキーボードを激しく叩く、パーン、鼻歌、口笛、三沢咳払い、ゲップ、くしゃみが異常なくらいでかい指をポキポキ鳴らす、ガサガサ音を立てる、足音がうるさい、机を指でトントン鳴らす、あそれはやだな、それ貧乏ゆすりと同じくらいや、声がやたらと大きいふっと鼻で笑う、舌打ち、あ舌打ちな、頭をかきむしる、独り言、扉をバンバン閉める、頬杖をつく、人をジロジロ見る、資料をめくるときに唾をつけてめくる、結構やだな、あそう、うん、モニター覗き、毛先をくるん
といじる、人前で大きな音で鼻を噛む、鼻をいじる、ほじる、爪を噛む、爪の匂いを嗅ぐ。あ、はあ。で、食事の時、あ、ランキングじゃないですよこれ、なんかジャンル別で、食事の時の癖、飲み物を飲む時に音を立てる、くちゃらくちゃくちゃ食べるやつですね、何か食べてるわけでもないのに口をくちゃくちゃさせる、そんな人いんのか、あのリップノイズみたいな、ペチャペチャ、あーなるほどなるほど、そっち系か、うーんとかですね、なるほどね、このその人間関係に影響が出るんじゃないかみたいな癖の中の一つとして爪を噛むは入ってますね。まあでもそれで比べると貧乏ゆすりと爪を噛むって、爪を噛む方が全然いいですね、関係ないですから、ね、貧乏ゆすりは結構強烈だからな、すごい気になって、こう仕事してる時とかにこう横でこうやってされるともう視界に入ってすごい嫌だ、分かるもうすごいこうやる今最近は治ったみたいなんですけど、十数年前私の前職のガイクスの上田社長、貧乏ゆすり激しくて、うん、もう近くの机に座ってると机2つか3つ横でもですね揺れてくるんです、 あまりにも貧乏ゆすりが激しくて、もう何回も言った、やめてください貧乏ゆすり、また貧乏ゆすりしてるんですかっつって言えたらいいですよね、私そう言えなかったんです、視界をこうするしか、指をポキポキ鳴らす、なんで次かまわんよね、なるほどね、音は辛いですね、でもね、音系は辛いね、うん、さっきのくちゃらとかも辛いですね、くちゃらは辛い、うん、もぐもぐ食べてって思う、うん、まあ、何の慰めになるか分かんないですけど、うこうやって比べてみると、あ、爪を噛むって被害少ないねあの噛んでない側からしても次ご自由にどうぞって感じですやべ、食事中の癖が気になる、箸の持ち方が変、私とか毎回にこのもんの時言われるからなまず箸を直せよ、でも貧乏ゆすりって多いな、うーん、なるほど、どう向き合うのか、私はさっき話したような形で向き合っております、向き合っているというかですね、もうすでにあの特段意識していないし、うん、その直そうとも思ってないんで晴れ晴れとしています、本気で直そうと思ってるのは、一回あのジェルネイルで爪めっちゃ分厚くしてみるとか、なんか透明なら目立たないし、はい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 、多分あれ結構分厚くなるんですよ、あ、そうなの、うん、ジェルするとで分厚くなると噛むときになんかすごい違和感があって、グニグニするの、うん、と爪自体がすごい分厚くなります、ね、だから噛みたく、なんかいつもと違うかったらこう噛みたくなくなるんじゃないですか、わかんないですけどどうかな、うん、もし、うん、どうしても直したいということであれば、うん、そういうのをお試しください、はい、まあ私みたいに開き直るっていう結論であれば、ぜひとも開き直っていただいて、まあ、客観的に見てそんなに別にあの変な嫌な印象もないので、別にそんな気にしなくてもいいんじゃないかなと思います、はい、はい、開き直る場合は気にせずにお掃除ください、今週は以上です、また来週、皆様ご視聴ありがとうございました、マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします、いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください、以上北海道の吹き出し公園からお届けいたしました、さよなら。